福知山駐屯地創立69周年記念に伴う自衛隊四十パレードを開始いたします。自衛隊員の勇壮な行進をお楽しみください。パレード実施中は多くの隊員と車両が通行いたします。道路への進入は大変危険ですので、歩道から車道への進入、道路横断はご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。なお、道路を横断する際は近くの誘導員にお声掛けください。ただいまから福知山駐屯地創立69周年記念に伴う府中パレードを開始いたします。福知山駐屯地は69年前の昭和30年9月に当時の第18普通科連隊第2団体が宮城県の日の丘駐屯地から移住し開設され、町の歓迎セレモニーの一環として府中パレードが実施されたそうです。その後、昭和37年に第18普通科連隊第2団体が廃止され、第29普通科連隊が招待されました。以降、さまざまな改変があり、平成20年に北部方面最終撤退審査会、平成29年に北部方面移動監視隊が新設され、これまで渋谷市地区、行政7課町村の皆様と共に、それぞれの年月を歩んでまいりました。府中パレードは、駐屯地創立50周年を記念して以来、昨年18年ぶりに実施され、引き続きの開催となります。本パレードが地域社会の皆様への長年のご支援、ご協力に対する感謝のこと、これからも地域と友を団結し、来年の創立70周年の節目の年に向かい、地域と共に躍動していくための一助となれば幸いです。本日の執行者は北部方面大衆亭大戦車会長を兼ねて福知山駐屯地で長崎県大村市出身、家族は土佐子、札幌市在住、山口亮、伊藤美草です。それでは開始行進を開始いたします。
閣僚です。福ちゃん駐屯地は大小合わせて13部隊が主催し、協定7カ所村の防衛警備災害派遣広報活動が主な任務です。本日の隊員部隊指揮官は国土方面統括隊長、東北統括出身、第2の国家と国産長に決めました、小畑小牧の伊沢恵里沙です。Thank you.
のは派遣隊長、レベロス出身、自慢のもので町のまだまだ心を魅了する工藤俊之伊藤由美です
松浦弥吉41歳、みんなで甲子園を呼ばしております。松浦弥吉陸曹です。
本日は誠にありがとうございました。